はい、こんばんは、皆さん。こんばんは、ウェットサーです。今日はですね、今からもう晩飯なんですけどね、ちょっとさっきね、今日は、県庁に行ってきたんですけどね、県庁ですよ、県庁。県庁にね、松びっくり意見が並んどこやなち。鹿児島名物でち、意見が並んどこやなち。行きましたけどね。門前払いでした。門前払いでね、書類を揃えてきてくださいっつってね。入り口でこう、事務所のお姉さんが出てきやってね、知ったまがちょったけどな、いきなり、行きましたからね、突撃で。また明日行きますね。行ってみたいと思います。書類をね、なんやかんやかんやっつって、こう、持ってきてくださいって言われたんでね。明日また行ってみようかな。さあ、どげんでよかとですけどね。今日もまだカメラマンの龍さんですね。走り回ってますね。営業でね、あの方も大変ですが、あちこちね、走り回ってね、夜遅くまで。ということでですね、もう晩ですけどね、晩。もう晩飯。今日は晩飯をね、ちょっとね、作ってみようかなと思ってね。ちょっと帰りに、店によって、店っていうかコスモスなんだけど、よかったな。ほら、これはこれは普通のレトルトカレーね。ボンカレーですか、俗に言うね。お湯だけ、鍋だけ入れて、炊き出かして、飯にかけて、そのまま食えるというのはカレーね。4袋入り。山口4袋入り、と飯がね、飯を炊かんないかんで、カップラーメンを買おうかいね、ちょもちょったたどん。これが、飯がね、今よかとこあったな。玉があった。ほらこういうのがあるんだね。今ねびっくりしましたね。ここは何やろかいち。見たらね、もうちゃんと出てあっとな。ちょっと開けてみますね。んで、鯉が、電子、一食分ずつパックしとってね、電子レンジか、鍋でほら、鍋でお湯を沸かせ、炊き出かして、んで、そういうのだけ入れて、炊き出かせばそのまま炊きたての、飯がね、ご飯が食べられるみたいな、やつかな。今どきよかとこ笑いな。びっくりしたね。ちょっと開けてみるね。鯉があれば、ほら、飯が入っちゃうとな、ちゃんと手た目が、ちゃんと手た目が入っちゃうわけ。生じゃなかとな。もう飯になっちゃうわけ、ほら。俺もう鯉が不思議やっとが、もう鯉で常温でこれせ、並べちゃって、冷蔵庫でも冷凍庫でもなかとな。これが常温で寝まらんちとかガッツ不思議やったね。なのでこれ寝まらんだろうかいと思って。逃げやせんとはどんな。これ生やってやな。当たり前手ため。ないよでこれが寝まらんとか。で今時言うことがあったからな。これもう恋があれば、一食一食、6食入ってますね。冷凍じゃないから、電子レンジでチンする必要もない。おそらくこのまま、冷や飯まま開けりゃ食わなって思ったけど、せっかくで、声があったもんじゃって、声がこたわけ。レトルトカレーよな。おーで、鍋とね、ガスコンロがほら、この間、ここの部屋で、台風の停電の時に、カセットコンロで湯を沸かして、うどんを煮て、ここで蓋たっけど、そのカセットコンロとね、鍋がね、どきやったか見当たらんとな、どっしょめくどったんでしかん。どっかあったろうとな、もうこの部屋の中にな、もうゴミ屋敷んごになっちゃうもんじゃって、もうめっけちかんね、よかがと思って、鯉がありますからね、ひっさとこの、ケトルがね、鯉で、お湯がこう3分あれ沸きますからね、鯉の中へ2つ目、いいときたたっこんで、おせ、湯を沸かせば、もう湯がシュ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 ちて、電源がパチッと落ちときゃ、これもたぎって、で、このカレーもたぎって、
ほんで、あと、それはもう、マデクスで食えば、カレーを食わなどち。まあ、それはやっちゃみろかやねえと思ってね。まあ、よかとがあったかな、今どきな。おでたまがっと。ほら。袋のままお湯で3分近いだよね。袋のまま。電子レンジでもいいんだけど。袋のままお湯で3分、ね、熱湯で湯がけば食えると。で、これもお湯に入れて、鍋でね、これは2分やな、こっちはね。まあよかろう。まあまあ、てげね、これ大体、このケトルが大体3分で湯が沸きますからね。まあちょうどよかせんとかいと思って。で、こういうと、こういう場合、一時入れて、はい、どこかいね。ここでまあ湯をかくれば、湯が沸く頃には、でけちょらせんとかいと。あと、あもうさらにね、この前ガネをくたさらですけどね、これがありましたからね、ここに入れれば、カレーができます。できる予定、できると思う。今、水を入れてきましたからね、こういうせま二つ目、入れてよ。だいたい焦げなくつすため、あっという仕事だとな、これな。茶を飲んで、コーヒーを飲んで、湯を沸かすばっかりだと思う。まあ、これしかなかね、これでせんなしはね、鍋ね、あれは鍋で沸かすだと思う。まあ、あれ、ええよ、かわけやでな、またこやな。まあ、あれ、頑張ってん、だいたいもう、沸騰するわけやで、なんか、もう常に煮沸消毒されちょっとやね、どっかいち思ったよな。ほら、これ、はいわけよな。ほら、まあ、水がちょうどガンブイきたで。ほら、お前、蓋をせ。で、これで、あとはね、いきますよ。スイッチオン。ほら、スイッチが入った。これで、まあ、シュッシュシュッシュシュッシュ言うて、湯が沸く頃には、中、カレーと飯も、たぎっちょうわけよな。原理的に言うや。あとはもう、さらせ、ひっくかせ、まで食ってくばっか。もう、カレーの出来上がり。これは、まあ、残ったお湯はね、あったらかで、ほら、ね、インスタント味噌汁。まあ、あとは、このコップに入れてね。コーヒー、ないわ、もう茶を飲んとんもっこい、コーヒーを飲んとんもっこい、味噌汁飲んとんもっこい、これがいっちゃしかなかでっこい。で、まあ、これで今日は、まあ、今日は味噌汁ね、を入れて、こういうの残ったお湯を入れれば、味噌汁とカレーが出来上がり、の、まあ、予定ですね。じゃあ、ちょっとまあ、待ってみましょうね。まあ、しかしね、これ便利なのがあるよね、今時ね。冷凍じゃないですよ、これ。常温ですよ。常温で店にならんじゃったと。で、常温で保管でくとな。何言うてねまらんとか、何言うてカッカコンとかわからん。不思議じゃって。なんか薬が一つあるかいねまらんご。じゃ、どーん、そんなんか薬が一応、じゃあ、桁中ですね。もうただのご飯ですよ、これ。ほんとに、炊き上がったご飯。炊きたてコシヒカリってこれな。ああ、知ってますか？皆さんご存知かな？おばっかやろか知らんじゃったた。もう知ったまかったね。もう鯉があれば鍋があれば、もう炊きたての飯がね、食えるちゅう、こういう、あれやな。こっちだと。じゃあまあちょっとね、炊き上がる、沸き上がるまで待ってみたいと思いますからね。はい、じゃあ炊き上がるまで。ワープ！